こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は信仰を踏まい万古の起由です。霊妙なる光は明らかなもので常に変わらぬ素晴らしい教えであるという意味です。私たちが等しく有している仏の本性の輝きは明るく清らかで、いつも変わることのない道しるべとなっている。信仰は尊く輝く心の働き、起由は良い教えのことです。それだから信仰を踏まい万古の起由を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。